NHK 大河ドラマ光る君へ、信孝の結婚は偽装結婚だったの？公式ガイドブックから読み取れる驚愕の事実。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はドラマあらすじ予測、信孝と真宙の結婚は偽装結婚だったと題しまして、ある仮説を検証していきたいと思います。今回の大河ドラマ光る君へを見ていて、どうしても真宙と信孝の恋愛イメージが湧かない。真宙はどうして信孝の結婚を受け入れたのかなどと疑問に感じられる方も多いのではないかと思います。そこで今回は、信孝と真宙の結婚は偽装結婚だったと題しまして、なぜ信孝が突然越前に来て真宙にプロポーズをしたのか、そして京に戻って来いと言ったのか、これにはきっと何か深い理由が隠されているのではないかという疑念から、早速検証をしていきたいと思います。今回2人の結婚が偽装結婚ではないかと考えられる理由としましては、1. 突然のプロポーズ、 2. 真宙への人間愛、 3. 信孝の二股事件、 4. 結婚後のすぐの世離れ、 5. 片子の父親は道長説、 6. 信孝の旧出世。今回はこの6つのポイントに絞って見ていきたいと思います。それでは早速1つずつ見ていきたいと思います。1. 突然の越前でのプロポーズ。信孝は真宙が越前に行った後も求婚をにおわす手紙のやり取りがあったとみられますが、突然越前に来てプロポーズをしたのには、ある秘めた計画があったからだと考えられます。 2. 真宙への人間愛。信孝は真宙と道長の関係を子供の頃からよく知っていて、それをも受け入れると言っていて、真宙を宋に行かせたくないと思っていました。父為時も過去に宋に行こうとして1ヶ月間行方不明になっていることから、なんとか京に引き戻す方法がないかと信孝は考えます。そして過去に真宙に縁談の話を持ちかけていましたが、真宙が本当に愛している道長との関係を信孝は取り持とうとしたのではないかと読み取れます。3. 信孝の二股事件。信孝が真宙に求婚中にも大海の神の娘に手を出していて、また結婚後も弟の信取に市場で他の若い娘に着物を買っているところを目撃されており、そのことで真宙の逆鱗に触れる事件がありました。これらは信孝の真宙への誠実な愛がなかったのではないかという疑念が持たれます。 4. 結婚後すぐに世離れ。信孝は真宙と結婚後すぐに世離れが生じて喧嘩が絶えなかった理由もありますが、信孝には他にも3人の妻がいて、真宙はその一人に過ぎなかったということが読み取れます。5. 片子の父親は道長説。信孝は真宙との絶縁関係の間に真宙が妊娠したことを知ると、生まれてくる子供は自分の子ではないと分かっていたのに妊娠を喜んだと見られています。これは信孝の計画していた偽装結婚により、真宙と道長の間に子を授かったということへの喜びだと読み取れます。
6. 信孝の旧出世。信孝は真宙の父為時の異例の出世は真宙の親だからだと思っていて、これを自分も使わない手はないと思い、道長に自分から真宙と結婚したことを伝えに行きます。そしてそれは信孝の企てた計り事で、道長と真宙を伊勢山寺で再会させ、その後信孝は旧出世しています。以上の6つのポイントを踏まえますと、次のような仮説が見えてきました。もともと信孝は真宙の才能を見抜いて、子供の頃から真宙を見てきて、成長とともに他の妻にはない魅力を感じてきたと思われます。そんな折に為時が宋の商人との交渉のために越前守になり、越前に真宙も連れて行くと知ると、真宙も宋の国へ行ってしまうのではと心配になります。そしてさらに信孝は、為時が急に下級貴族から越前守に出世をしたのは真宙の父親であり、道長の計らいに違いないと思うわけです。そこで信孝は自分が偽装結婚をして真宙を京に連れ戻し、婚姻後真宙からもらった手紙をわざと他人に見せびらかしたり、わざと真宙が怒るようなことをして絶縁状態にしたのではないかと思われます。さらにその同時期に人や乙丸を巻き込んで真宙を石山寺に誘い出し、道長と結びつけた後、真宙の子が道長の子だと確信すると、それを道長に報告し、これは自分の計らいだと言い、その見返りの重要な仕事を受け、見事計画通り旧出世をし、自分は真宙から身を引いていったという仮説が考えられます。信孝はかなり早い頃から真宙と道長の関係を知り、真宙の幸せも考えつつ自分の出世も考えていたのではないかと読み取れます。以上が今回の信孝偽装結婚説の仮説になります。さあ皆さんはどうお感じになられましたでしょうか。この仮説はあくまでもドラマ上での仮説ですので、実際の歴史とは少しかけ離れているかもしれませんが、今ある歴史を違う観点から見て想像して仮説を立てるのも歴史を楽しむ一つの方法だと思いますので、皆さんもぜひ新たな仮説や感想、ご意見などがありましたらコメント欄にご記入いただけたら嬉しいです。一緒に歴史を楽しみましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もお楽しみに。チャンネル登録、高評価ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。